ペリー土屋の車の話。ペリー土屋の車の話始まりました。はい、ありがとうございます。いいんじゃないですか、軍祭まで来て。あ、ねえ、来ましたね。それ今言おうと思っておりました。軍祭で何を乗せる気ですか。軍祭って何ですか。群馬サイクルスポーツセンターです。今回はそこからお届けしております。世界中が注目する場所ですよ。そうなんですか。やばいんですよ、ここのバトルとか走りが。だから世界中の人がこう軍祭の YouTube を見てる。あの、土屋さん、私今回軍祭初めてなんですけど、うん、あ、そう、ここサイクルが主なんですよね、本来は。そう、チャリンコチャリンコ、自転車なんですよね。なんだけど車の走り屋の方たちからするとホンダ、トヨタ、スバルがここをテストコースで使ってます。まあ、レースはできないですよ。レースはできないです。まあ狭いしね。だけど道がもう本当ギャップだとかすごいんですよ。アンジュレーションとかが、うんうんうん、だからテストには最高のコース。フルコースで6キロ。あ、6キロ。6キロ。怖い道ですよね。そんなことないですよ。ここから新しい車が。トラウマですよね。そんなことない。そんなことない。言いなさい本当に。これあのお二人はその軍祭でのそれぞれの思い出って何かあるんですか。軍祭なんかもう何回も死にそうになりましたよ本当に。こんなところでロケをやりたくない。本当怖いんだから。やばいのスピードが。確かにそうですよね。テリーさんは思い出はないですね。ないですか。じゃあ今日作っていくということ。僕の思い出はですね、皆さんね、声来ちゃダメですよ。そんなこと。危険なとこですからここは。ね、もしかしたら。うん、ライボの開発に加わってたメンバーじゃないですか。はい、ね、そうです。そうですよね。はい、その通りです。ライボ10もあの私の自信作でした。ね、ですけど今度はもっとね、電動のこのハンダの力を借りてもっとレベルアップした車が出ました。ハンダさんはどういうポジション。はい、はい、あの私はあの三菱自動車の中であの電動関係のパワートレインの方の、うん、まあ、取りまとめシステム関係をやっているものでございます。うん、そもそものところから言ってもいいですか。うん、どうぞどうぞ。PHEV とその EV って何がどう違うのかっていうのが、うん、何が違うの。はい、あの両方ともですね、充電をして電気を貯めて、電気だけで走れるっていうのは EV も PHEV も一緒なんですけども、うん、はい、ただ EV の場合は電気がなくなってしまうと走れなくなっちゃうんですけども、はい、そこの部分で PHEV は電気がなくなってからエンジンを始動して発電することでハイブリッドとしてずっと走り続けることができるんですよね。いいとこ取りですよね。そうなんです。多分今はやっぱりどうしても電動化というふうな流れで、カーボンニュートラルの方に行くところでいうと、やっぱり電気自動車の方にこうシフトしていく中の過程の一つで、やはりあのモーターを主体にして発電をするというところがあるんですけれども、うん、はい、あのちょっと違うところは電池の容量がかなり大きいので、あ、そう、1回充電すると、まあ、83キロから87キロ、うん、EV だけで走ることができるんです。そうですよね。はい、じゃあその今お話にも上がりました、三菱さんの初の PHEV 見てみましょうか。うん、こちらです。はい、まずこれアウトランダー、はい、2013年1月に初代アウトランダー PHEV が誕生ということなんですけれども、こちらですね。これかっこよかったよね。うん、すっきりしてる。これ本当にいい車で、うん、それこそ専門家の中でも皆さん高い評価をしてたんですけどもね、これはどうだったんでしょうか。うん、この車、はい、この車は、うん、まあ、PHEV 初めて出させていただきまして、まあ、最初にその iMeV を私やってたんですけれども、うん、iMeV で走った時に電気自動車ってスッと走っていって気持ちよい走り、うん、で静かでトルクフルでっていうところ、そこを大きな車でやりたいというのがもともとのコンセプトだったんですけれども、まあ、当時 の, そのバッテリーの技術でいうと、やはりたくさんバッテリー積むわけにはいかなかったので、そこで本当にあの実用的に走るところは電気だけ で, で、あとは残りの部分はハイブリッドでというところでプラグインハイブリッドというものをちょっと開発させてもらったので、ここから進化していくんだよね。ここから今度これが実はマイナーチェンジしていくんですよね。そうですね。顔のフェイスを変えていくっていうのは、うん、中身も変わったんですか。はい、中身も変えていきました。うん、まずちょっと初代がだいぶ可愛らしい顔だったので、はいはいはい、
初代の走りっていうのは、うん、やはりすごくスムーズでトルクフルで良かったんですけど、うん、ちょっと可愛らしい感じだったので、うん、そこをもう少しちょっと顔をガッとこう、そうですね、なんか これ2018年モデルは、うん、SUV っぽくなりましたよね、顔がね、うん、だからもう今のダイナミックシールドの、はい、まあ、初期のこれですよね、うん、はい、でこの時にパワートレインをほぼ全部入れ替えました。で一番のところはエンジンの排気量を2リッターから 2.4 リッターにしました。というのはですね、これ電気だけで走っていくとすごくスムーズで静かでいいんですけれども、うん、電池がなくなった時にエンジンがかかって助けてくれるんですけど、うん、その時にワーンってエンジンの音が急に聞こえ出しちゃうんですよね、うん、でそうするとお客様がなんかエンジン急にかかってもなんかがっかりみたいなことを言われまして、でこのエンジンの音をいかにこう下げていくかというところで排気量を上げてエンジン回転を落として、なるほどね、でエンジンがかかってもこのモータードライブのスムーズな走りというのを維持するというところでエンジン変えまして、あとモーターの出力もアップさせてバッテリーの容量も上げてというところで全てパワートレインというのを一つ、グレードアップさせました。この頃ってもう誰しもがそのことは、まあ、いいとこ取りじゃないですか、うん、この EV とそれこそ普通の、うん、と PHEV がいいってことは分かってたと思うんですよ、うん、ただ値段が高かったと思うんでね、うんうん、これ実はプリウスでもそうだと思うんですけども、うん、プリウスはまあ普通のハイブリッドあって、うん、プリウスも実は PHEV を出したんですけども、うん、値段が高いから、あれこれもしかしたら PHEV 買ったとしてもコストパフォーマンス的にね普通のハイブリッドで十分じゃないかということで、うんうん、トヨタを持ってしても苦戦したんですよ、うん、そういうなんか苦しみの中で実は PHEV っていうのはなんか誕生したっていうのがあるような気がするんですけど、それはどうでしょうか。ところがですね、日本で売ってる PHEV アウトランダーの場合はガソリンのアウトランダーよりも PHEV の方がたくさん売れてるんです。高くても滑らかな走りであるとか、うん、もう一つはSUV であると、うん、いやだから2トンもあるくせに、うん、そのライボの技術が入ってるから、うん、よく曲がるんですよ、うん、普通2トンのある車ってこんな軽快には動かないですよね。そうですね。そして、はい、2020年はい、12月ですね、クロスオーバー SUV として発売されていたエクリプスクロスがマイナーチェンジに伴い PHEV を追加、それがこちらでございます、うん、これはライボの技術は入ってない。いや、これも入ってます。入ってる、入ってます。先ほどの2018年のアウトダー PHEV からこれに代わるにだって、うん、モードの選び方が、ランエボのコンセプトも入ってきて、うん、ターマックグラベルスノーっていうモードが入ったりとかですね、うん、制御もそこら辺でもうちょっと走りに振ったような見直しもかかってます、うん、だからよく曲がるんですよ、うん、でですね、2021年になるんですけど12月に新型アウトランダー PHEV、うん、発売でございます。こちらですね、で現在これが受注累計1万4000台を突破しているということなんです。うん、これはさ、もう SUV っぽい顔してるもん、うん、ね、形も完成したって感じですよね、ついに、うん、あとはね、その室内の作り込みがうまい。そうですよね、先代のところで走りは良かったんですけれども、うん、やはり見た目であるとか内装であるとかっていうのをもう少し豪華にしてほしいねっていう声がやっぱり高かったんですよね、うん、で これを企画するときに一つのコンセプトとして威風堂々というコンセプトを立てながら、まずパッと見たときに、1ランク上の SUV を目指すというところで、外観で言いますと、まあ、20インチの大きなホイールがあって、ダイナミックシールドがやはり出てきて、うん、はい、で一番最初はデリカのダイナミックシールドがあったんですけど、うんうんうん、それというのはもともとの規範の車を顔をダイナミックシールドに変えていったところがあるんですけども、こいつの場合は最初からダイナミックシールドありきで、うんうん、まあ、2世代目のダイナミックシールドになるんですけども、そのところからコンセプトを作っていってデザインしていったというところ で、まあ、でも言い方悪いけどこれの前までって三菱って変な顔ばっかりだったじゃない、うん、なんかおかっこいいじゃんっていう車になったのが、うん、三菱どうしちゃったのっていう
いい方向で。なんか変わった顔。いや、そういうもんだ。何言っていいか分かんないって顔されてますね。今の半田さんが言ってるのは、ね、すごく分かるんですよ。すごく分かって、でやっぱりあのこれパッと見てダイナミックシールドって最初のデリカもそうなんですけども、はい、なんとなくこう好きな人は好きだけどどうもねって思うところがやっぱりあって、だけどそれを何世代かこうデザインを積み重ねていると、やはりこうツボというところがあるのかわかんないですけれども、やはりかっこいいデザインにやっぱりなってくる部分があって、徐々に進化して完成形にこう近づいてきたって感じだと思うのは、例えばデリカはそれこそ前のモデルが10年ぐらいやったりさ、うん、そして本当だったらフルモデルチェンジの時代なのに、なかなか三菱もお金がないから元のやつをは何か何とか増築とか改築っていう感じだと思う、うん、だと思う新築じゃないと思うんですよ。だからあの元々のどっちかというとシンプルなデリカ、僕は前のモデルの方が好きなんですけども、あそこに強引にダイナミックシールドを持ってきたんで、非常にやっぱ違和感みたいのをある人も実はいるんでね、うん、もうそれでなんかね、電気カミソリとかって揶揄されてるわけじゃないですか。でそういう風になってる中で、これが初めてダイナミックシールドの、もう本当はこれが第一期生なんですよね。ダイナミックシールドって口では言ってるけど、それに見合ったボディじゃなかったんじゃないかと思うんですけども、なんか、あ、なんかこれもこうなんか買うところのこう机に並んできたぞっていう、いやそうですね、ね、それまでにもこう変わったやつが買うんだろうな、この顔みたいな。でもやっぱ顔って大事なんですね。顔大事、顔大事。車における。そう。だから多分このアウトランダーになって初めて、例えば外国の SUV 乗ってる人たちが、いや、三菱の車乗ってあげみたいなっていうふうに、そう思わせる。ね。もうあとやっぱり本当にあの車雑誌なんか見ても、あの評論家の人の評価がものすごく高いですよ、うん、あの走りがロールスロイスだとかいう人もいるぐらい、あの本当にやっぱり評価高い。それはやっぱり澤瀬さんなんかが本当にあれば努力して、うん、この四駆を利用して、そしてもうそれだけじゃなくて本当になんか本当にいいものを作ったっていう、うん、ね、ではどうぞ。この新型アウトランダー PHEV みたいですよね。行きましょうか、見ましょうか。今日持ってきていただいているので、みんなで見に行きたいと思います。はい、ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。